n s c ヘッドラインです。今週のマーケットの振り返り、そして来週の展望、有望銘柄のピックアップです。えー、まずは今週のマーケットの振り返りですが、えー、まずはチャートをご覧いただきましょうか。はい、えー、今週の日経平均ですが、四勝一敗、まあ引き続き強い動きとなりました。 主体別売買動向でもです、ね、海外投資家、まあ、いわゆる外国人買いという姿勢が鮮明になっておりまして、まあ、開戸し続いておりまして9週連続という形になっておりますこの日経平均の冷やし一目金鉱表を見ていただきますと収書、ね、5月の29日です、ね、ここで3万1500円 ここにタッチすするといった形です、えー、しかしながら高値警戒感からですね、えー、この3万700円台まで今、えー、月の31日ですね、えー、下を押すというところです。まあ、当然の調整とも受け止められますが、えーまあ、5日移動平均線をですねここで2日ほど割り込んでおります。 パラボリックもですね4月の27日以来のテンとなりましたが週末を迎えた本日また力強い上昇を見せましてすぐさまにここを回復と、まあ、5日移動平均線もですねこの5日移動平均線上にまた浮上するような形になりました。パラボリックも、まあ、すぐ要点と なっておりまして、まあ、かなり強い相場付きというのが伺えます。まあ、懸念されておりましたアメリカの債務上限問題、えー、これもですね、上院下院ともに可決といったことで、まあ、リスクオンの動きが加速ということです。えー、ま本日もほぼほぼ高値引けという形でじり高の展開です。 えまあ本日はですね日経平均だけではなくトピックスも高値に肉薄しております。まあ、プライム市場のまあ値上がり銘柄数が1662銘柄と、えー、まあ9割以上の銘柄が上昇しておりまして、まあ、物色対象の広がりが感じられる展開となりました、えー、まあ週足のチャートで見ていただくとこのような形ですね。 えまあ先週末と比較しますと日経平均は六百七円の上昇、トピックスは三十六ポイントの上昇、依然として日経平均の方が上昇率が高いと言った形です。N.T 倍率は十四点四四倍、まあほぼほぼ先週と横ばい圏と言ったところです。騰落レシオは百二点二一パーセント、まあこれは先週末の百四点二九パーセントから えー、2ポイントほど減少といった形です、えー、注目されるのはですね、えーまあ、売買代金ということですが、まあ、月末5月31日にですね約7兆円と、まあ、記録的な大飽きないとなった影響で、まあ、今週1週間を通しての売買代金これは4兆円超えとなっております、まあ、この5月31日にはですね えーまあ、MSCI= 指数のリバランスというのもありました、えー、そして日経平均がこれだけ上昇を見せたといったところで、えー、他のファンドですとか、えー、年金関係、まあ、こちらもリバランスの売りが働いたのではないかといった憶測も出ておりますす、えー、ここのの週足のチャートですね、えーまあ、長い下髭を伴うこれは陽線になっております。 まあ、ほぼほぼ高値引けといったところですので、まあ、この先週のですね、えー、この線を挟んでまあ、上離れといったところです。まあ、非常に強い足となっております。まあ、こういう状況を踏まえてですね、えー、今回は、えー、銘柄紹介の前にこの月足のチャートをちょっとご覧いただきたいのですが。 これは日経平均の月足のチャート、直近四年分です。これ、まあ、今年に入ってからですね、陽線がずっと続いているんですね。一月、二月、三月、四月、そしてこの五月の大陽線。これはですね、本日、昨日、本日の分の上昇分といったところです。この今年に入ってから五ヶ月連続で上昇を見せている日経平均というのは、まあかなり強い足と。 いったところが伺えます。えー、まあ今回ですね、ピックアップしました注目の銘柄をここでご紹介です。えー、今回取り上げたのはこちらです。えー、熊谷組となります。証券コードは一八六一です。えー、株主総会を控えまして、えー、株主提案で注目されるといった銘柄です。 アクティビストのオアシスマネジメントカンパニーが株主提案を行っておりましてその動向が注目されます5月30日にですねこの大きな上昇を急遽を見せております3145円という高値をつけておりますがこれはですねこの上昇する前日にオアシスによる大量保有報告書これは保有比率7.07%まで 高まったといったことの提出を受けましてこの日はですね8.1%だかと一時、まあ、急騰を見せております、まあ、この株主提案の内容ですけれども、まあ、20%の自己株式取得ですとか188円の配当実施、まあ、こういったものを求めるものですけれども、まあ、5月29日付のプレスリリースでは2月日付のプレスリリースでは 今こそ責任追及を熊谷組のコーポレートガバナンス改善とオアシスの方では歌っております。この熊谷組ですが PR は12.59倍、PBR は0.79倍、配当利回りは4.24%。割安とはいえです、ね、建設株としてはありがちな水準と、 いったところです、まあ、収益低迷の背景に、えー、ガバナンス不全があるというのがオアシスの主張です、えーまあ、逆に言うと、まあ、ガバナンスが改善すれば、えー、さらなる収益の急改善が期待されるということになります、えー、その攻め合いの主戦場というのがですね今月の二十九日に予定されております、えー、定時の株主総会となります、えー、この 5月の30日のですねこの急伸を見せた、えー、反動、えー、若干こう下押しているといったところです、えー。本日はまた上昇を見せておりますが、えー、この押し目を拾うといったところが、えー、まあ拾い場ではないかなといったところでピックアップいたしました、えー、熊谷組です、えー。6月末の株主総会に向けて注目といったところです。 えー、そして来週の展望となりますが、えー、来週はですね、まあ、まず今夜の雇用統計ここが大きな注目ポイントとなろうかと思われます。えーまあ、来週の動向を占う意味でですね、えーまあ、今夜発表されるアメリカの雇用統計ここには注目が集まるといったところです。 まあ再来週に開催される FOMC ここで利上げか否かの判断材料となるためですね引き続き労働需給の動向には神経質な展開となりそうですえまたですね週末のここの日にはメジャーエスキュを控えておりますえここで大きく日経平均をですねえ引き上げてきたえ日経平均先物の,の動向には注意が必要なところです。 3万1500円台まで到達したといったところで需、まあ、給関係からです、ねまあ、上下に大きく振られるといった場面も考えられます、まあ、外国人外を背景にです、ね、33年ぶりの高値水準まで買い進まれている日経平均来週もこの動向が続くのか注目が集まる東京市場です ちなみにです、ね、現在のナイトセッションで日経平均の先物ですが3万1800円台までの上昇を見せております。以上、ヘッドラインでした